毎日のご飯作りお疲れ様です。1日1000円で作る、忙しくてもパパッとできる簡単献立、平日4日分です。いただきます。うん、うまっ。クリームが濃厚だね。うん、今日は牛乳で作らせていただきました。うん、うまっ。おいしいです。うん、クリームにたくさん入ってるわどうもありがとう。きのこもおいしいですパスタの中で何番目に好きですか？これは5番目です5番目ですか？これは5番目1番は何ですか？たらこです。うん。2番はカルボナーラ。うん。3番はあれだよ、きのこパスタ。きのこなんだろう、それこれきのこパスタだけど、あ、いや、これだ。これが3番です
ただきます。おつゆ飲んでみて。今日キムチ入りにしちゃった。キムチ好き。どう？おいしい。うん、そう、めっちゃ辛くない？全然辛くない。ほんと、パコ今辛っていったよ。すごいね。ピリ辛、ちょっとピリピリ、ピリ辛。いや、この手お母ちゃんある。あるよ。え、よっしゃ。そんな気に入った。いただきます。
ただきます。